水と緑と死の町前橋文学館、または、萩原作太郎記念、水と緑と死の町前橋文学館は、萩原作太郎をはじめ前橋市に、ゆかりのある詩人の資料を展示する文学施設。九百九十二年から九百九十三年に、群馬県前橋市の広瀬川河川緑地のほとりに、総工費十六億円をかけて建築され、九百九十三年九月三日に、 開館。鉄筋コンクリート作り4階建てで、敷地面積932.49平方メートルで延べ床面積2540平方メートル。2013年から、一般財団法人前橋市、文化スポーツ振興財団が、指定管理者であったが2016年から前橋市の直営に戻している。年間の施設利用者数は49,532人。 常設展の他に多彩な企画展や萩原作太郎賞の受賞者展も行っている。展示スペースや資料閲覧室やミュージアムショップの他にもホールや研修室などの集会施設も備えている。ミュージアムショップでは展覧会目録や書籍の他にもオリジナルグッズも販売。2015年8月25日には萩原作太郎記念。 水と緑と市の町前橋文学館の1階に、前橋町づくり協議会と前橋市と前橋市、商工会議所が連携して、広瀬川バル風川がオープン。2017年4月8日には、広瀬川の対岸に、萩原作太郎の聖果が、一区復元されて、萩原作太郎記念館として公開された。館長は2016年から萩原作太郎の孫の、萩原作美。 広瀬川下畔に立つ前橋文学館正門前に置かれている萩原作太郎像、萩原作太郎記念館、萩原作太郎記念、水と緑と死の町前橋文学館の周辺の広瀬川河畔緑道には様々な詩碑が置かれている。広瀬川の対岸には萩原作太郎の成果が一区復元されて萩原作太郎記念館になっている。ありがとうございます。